ピョートルベリーキーは、ロシア海軍のミサイル巡洋艦、キーロフ級ミサイル巡洋艦の4番艦で現在、北方艦隊機関である。ピョートルベリーキーは、1986年に寄港され1998年に収益した。寄港時の艦名は、ユーリー・アンドローポフである。建造中に、 ソ連が崩壊し、極度の財政難に陥り完成は絶望的だと思われていたが、当時のボリスエイリツィン大統領が訪問し、特別財政プログラムが発足した。これにより気候から12年の年月を経て完成した。ピョートルベリーキーの武装は、黄色不及の1から3番艦とは、並走がかなり異なる。他の3隻より遅れて完成したため、レーダーや武装が強化されている。 主な改良点は以下の通りである。以上の改良点が見られる。なお、黄色普及は当初から短距離対空ミサイルとして、キンジャールを CIWS として、コール地区を予定していたが、開発の遅延により1から3番艦ではこの組み合わせでの搭載が叶なわなかった。2008年後半から2009年前半にかけて、アフリカやインドなど20数カ国を訪問している。途中、 インド海軍との合同演習、インドラ2009に参加し、その後ソマリア沖で海賊に対する取り締まりをしている。2013年1月10日に、セベロモルスクにおいて、プーチン大統領により、ナヒーモフ勲章を授与された。ありがとうございます。